で男子 400m ハードルは予選第7組です。選手を連中にご紹介いたします。第1レーン鈴木くん東海大浦安。第2レーン山本くんケミ川。第3レーン青木くん西武大千葉。第4レーン小田島くん袖ヶ浦。第5レーン石田くん船橋東。第6レーン小田口くん流山大高。第7レーン小畑くん県立千葉。第8レーン堀江くん東海大坊陽。以上8名で出発です。男子棒高跳びの方は優勝が決まりました。成田高校の鈴木雄星君が4m80の高さ1回でクリア。途中 4m50 でちょっと苦しんだところがあったんですが、高さが増すごとにどんどん調子が出てまいりまして 4m81 回でクリアです。残念ながら皆川君日体大柏高校途中までリードしていた形でしたけれども、4m80の高さ失敗ということで第2位ということになりました。さあこの後は鈴木雄星君が高さを上げて 4m92 番高さが上がりそうです。さあこちら優勝が決まりました成田鈴木雄星君です。女子走り幅跳びの方もトップ8が出揃いそうです。今記録の整理を行っております。さあそして男子の 400m ハードルのレースは第7組が行われました。この後第8組最終組となります。